はい、2日目旅行最終日です。今日はちょっと寝過ごしましたでも6時半、まあ、朝食ですね。6時30、40分かでもうちが一番乗りできたね。こんなもんでしょ。はい。なんだこれ、大通公園？お、札幌の大通公園です。前方がエッフェル塔じゃなくてテレビ塔ですね。あいにくの雨になってしまいました。ちょっとだけ散策します。どうだいか。これ銃に入っていいんだ。はい、これが有名な赤レンガ、旧道庁のレンガの赤レンガの建物ですね。こっちが新道庁っていうか こっちが正面ですね。おっとっとっと、ごめんなさい。古いですね。明治19年。中に植物園がありますね。これはお前、大学の中じゃないじゃん。あそこか。植物園だけか。この中に有名なポプラ並木があるはず。これがホテルですけど、大きいですね。何ホテルって言ったっけ？レオパレス。あ、レオパレス。札幌。マンションみたいな。はい、これで旅行終わりですね。はい、これが宿泊した札幌のホテルです。